いやー富山さん、はい、なんかもう日が暮れかかってますけどね、はい、これ暮れかかっているこういう時にですね、はい、今日はちょっとだけ寄り道ですよね、はい、ちょうどね、はい、別のロケしてて、そうです、帰りに、はい、あ、こうやってみないということで、うん、春はバラの、ね、楽園でしたね、ここはめちゃくちゃすごかった、もう圧倒されましたよね、中村邸ですよね、 すごい華やかな、ね、バラが咲いてたと、うん、ね、多分ね、秋のバラがもう終わってる頃なんですよ。終わってる頃にもかかわらず、ね、中村邸はまだバラがちょっと残っているという、実はそうなんですよね、うん、この時期でもまだね、そう残ってるんです、ね、だからすごいパワーがあるんですよね、うん、ちょうどこのアーチの部分もね、うん、ここもね、今、うん、これってでもこの時期に伸びたやつってどうするんですかね。今後12月から2月の間にもう一度誘引されるみたいですね。じゃあ切らずに、切らずに太いつるは横に寝かすと、このまま倒して、で鉛筆より細い枝は切り落とすっていうことですね、うん、じゃあいい状態のものをしっかりと誘引して、うんうん、そうです、そうです、だから春にあんだけぶわーついてましたもんね。結構 これコツですよ ね、でやっぱりこの株元に肥料をこう置かれるみたいですよね。これだからこのでっかいアーチの下は地植えになってますよね、地植えになってますよね、うん、でしっかりと肥料を、はいはい、だから特に掘り起こすこともされてないって言ってましたよね。そうなんです、活力剤だけをかけてるとおっしゃってましたね。そうなんです、普通なんかね、皆さんこう掘ってね、本当はね、うんうん、下張るイメージがあるんですけど、これもでもバラの美しい姿ですよね、うん、どう思います、1年のうちの、うん、はい、枝ぶりが見えるという、はい、じゃあちょっとなんかお邪魔しましょうか。トゲディさん、これダイヤモンドリリーがうわーっとめっちゃ綺麗、可愛いですね。これダイヤモンドリリーなんですか、うんうん、うおーすごい綺麗ですね。でブルームーンでしたよね、こちら側で青いお花が終わってたんや、ちょうどあの、ね、2階のテラスの方にね、はい、でもまだ咲いてますね、うん、花が残ってます、ね、五輪六輪と、うん、残ってますね、ついてますね。で英子さんがおっしゃるには誰も気がついていなかった、はい、ブルームーンの花がここになんとあったと。これは切って刺してるんですか。いやいや、これはここから咲いてたと、人知れず咲いていた。ちょっと待ってください、本当や、うん、人知れず咲いていたのがなんと玄関のところにあったっていうことで、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。かわいいですね。これもブルームーンですか。ブルームーンですよね。まさにライティングとウェルカムのところにちょうど寄り添うように伸びてきたんですね。いい感じですね。皆さんこんでぐらいの鉢の大きさであれだけ大きく育てておられるっていうね。この鉢が上までぐーっと伸びてるってことですか、うん、そう、だからちょっとこの鉢の大きさを意識しはったらね、皆さんのもしお家でもこんなすごい、うん、鉢植えでもあんだけ圧巻の風景が作れるってことですよね。できるっていうことですよね、これ、うん、だから冬のこの誘引する前と後をが皆さん観察すべきなんですよ。なるほど。ご近所でつるバラ上手やったら、うん、誘引される前も見とく、で誘引後がどう枝がすっきり張り直してるかっていうところを見とくと、絶対またね春うわってなるんですよね。それがバラのなんか上達するコツみたいな、はい、と思います、はい、富山さん、はい、中村さんは実は隣に、ね、うん、まるでバラ園のような、はい、ものを作っておられましたよ ね、作っておられるんで、ちょっとそこも ねお邪魔しましょう。冬でもこれだけ中村さんの、ね、バラ園は花が残ってるんですよね。すごい、結構残ってません。残ってます。
なんか本当にあの毎日いろんな人が見に来られて、うん、この美しい最後のバラをなんか差し上げてはるみたいですよ。すごいですよね。すごい。なんかこんなに咲くねえ、綺麗なもの、まだつぼみをいっぱい残ってるじゃないですか。つぼみがね、実はすごくね、うん、まだまだ残ってるんですよ。ねえ、いっぱいつぼみありますよ。で、ゆっくりゆっくり大きく咲いていいもんね。そうです ね。本当に時間かけて、だから色が深みを増すんですよね。うわ、こっちすごないですか、うん、すごい。めちゃくちゃ穴ついてる。ついてます。今年の夏はね、どこも大変やっていう。そう、大変でしたね、暑すぎて ね、うまくいかへんかったって。歩いていますけど、全然ね、感じさせないぐらい花が美しく今ね。で、この奥、なんかレモンがとんでもなくついてるんですけど。ちょっと待ってください。レモンってこんなつきます？いやー、これフルーツレモンっておっしゃってましたよ、品種が。フルーツレモン、ちょっと形がね、普通のレモンと比べたら丸くちゃいます ね。普通のレモンの形と違って、レモンの形と ね球形に近いですよね。これも100個収穫した後っておっしゃってましたよ。え、まだこんなにガンガンついてるんですか、うん、100個も収穫した後まだこれだけついてる。これまたレモンのいい香りがすごいするんですよ。すごいですね、柑橘は。やっぱり中村さんとこのこの土がいいん違いますか。バラだけじゃなくて、でも結構果実いろいろね、うん、植えてはりますね。柑橘類も多いんで。で、僕ね、今回一番感動したちっちゃな感動はこれなんですよ。このちいちゃなつるバラをひょろ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 とこう伸ばしてはるんですよね。これバラなんですか、うん、かわいい。これをビューって伸ばして、ここでパーゴラ的に。あ、本当や。これ自分で手作り、うん、しはたみたいですよ。さすがですよね、英子さんのこの器用さ。へー、なんかこういう自分だけの楽しみを作れるっていうのが世界観としていいですよね。こんなんありましたっけ、ここのスペース。これ前なかったと思います。なんかあの新しく作られたっておっしゃってましたね、うんうんうん、ね、ここだから芝生のスペースですね。そうです、だから芝生を自分でめくってバラをきちんと植えたっておっしゃってましたよ。それもご自身で。うん、すごい。なかなか根張ってて芝生とのって難しいですよ。まあ毎回ね、中村亭はバタバタした中でお邪魔してましたけど、はいはいはい、今回もね、ちょっとほんまにあの駆け込みじゃないんですけど、うん、もうね、今有形でございます、はい、おそらくもうすぐ日が落ちます、はいはい、っていう中でね、ちょっと本当に10分15分ですけど、はい、見させていただいて、お庭シリーズとしてはね、今日見ていただいたこのバラの姿、はい、また春にね、どういう姿見せてくれるのかっていうね、一番の最盛期に見に行きたいと思います。ぜひ紹介させていただければということで、はい、今回はお庭ホームシリーズでございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。